はい、こんにちは、梅です。どうも。はい、1月になりましたので、トゥデイが更新されました。また紹介したいと思います。1月の1日から8日までの1週間限定トゥデイ。はい、ランドの方はミッキー表紙でしたけど、C の方はミニー表紙です。まあやっぱりね、ネズミ年だからね。まあ当然だよね。このね、新しいお顔のこの晴れ着のミニー、めっちゃ可愛いね。まあ、新顔、旧顔ありますけども、まあ、これはこれで可愛いんで、まあ、ありかな。見慣れてきました。これは可愛いよね。じゃあ、中面紹介いきましょうか。最後には隠れミッキーの紹介があります。じゃあ、中面いきます。はい、1月の C の手で中面紹介いきます。ランドの方は4ページでスカスカだったのに、C の方は7ページフルであるんだよね。いやー、イベントやってる時と同じページ数で、こんなに言うことあるんかいって感じで。ねえ、ランドの方とページがほぼ倍なんだよね。無茶しやがってって感じ。大丈夫かいな。はい、じゃあ中面紹介いきます。まずはですね、はい、こちら。まあね、ハッピーニューイヤーってことで、ニューイヤーズグリーティングの紹介があります。まあ確かにそりゃそうだよな。それで、これですね、よーく見ると、ランドの方と着物のこの写真が違うんだよね。これって、ランドと C で、特にミニ、この着物のデザイン違うのかな？ちょっと俺ね、両パーク見てないんですよね。なので、もしわかる方いたら教えてください。ランドと C で着物のデザイン違うのかな？すいません。ちょっと調査しきれなくて。すいませんでした。はい。こちらのミラコス通りのこのフォトロケーション。はい。立ってますね。これめちゃめちゃみんな並んでます。すごいです、これ。うん。いつになく今年は並んでる感じがしましたね。はい。そうしてこちらソアリンね。はい。相変わらずソアリン大人気でした。ニューイヤーズイブの時もね、めちゃくちゃみんな並んでましたね。はい。そして、ソンミラね。本当に当たらないソンミラ。当てたい。はい。そして、クッキーアンです。クッキーアン、発売初日はものすごかったけど、今、だいぶね、落ち着いてきたなーって感じはしますね。はい。お正月中何回かね、ショップの方を見に行きましたけど、はい。だいぶ落ち着いてました。ただ、これ来週から始まる新しいハートウォーミングズデイズがね、始まったら、一体どうなることやらって感じですよね。はい、あとは広告ですね。広告、はい、これ、一番右の広告何になるのかなと思ったら、ディズニーカードクラブって言って、はい、JCB カードの広告が入ってますね。はい、ミッキー実写ですよ。ミニーはイラストね。あと、ドナルドお尻に向けてます。はい。そしてこれはアリエルのシルエット、ミッキーの星のシルエット。はい。右が総柄って感じで。まあ、男性とかはこういうデザインがいいんだろうね。ちょっと暗くてブラックカードっぽいよね。はい。なのでカードのフェイスが6絵柄。1月16日からこの絵柄になるのようです。ポイント2倍キャンペーンね。これ何？パークで JCB カード、このカードを利用すると、この置き時ポイントが2倍もらえるってことかな。ああ、なるほどね。これはいいね。ちょっと俺もカード JCB なので。はい、これはこれね、ちょっと気になったりします。なるほど。はい、こんな感じ。続けて裏面のショーパレスケジュールいきます。はい、1月の C のトゥデイのショーパレスケジュール紹介いきます。はい、こちらですね。そうだな、ショー1、2、3、4、ね、5つあるんですけども、まず、ファンタズミックはもう1日1回で20時。ちょっと深い時間ですね。ちょっと寒いね。はい。ニューイヤーズグリは1日3回。1月5日まで。なるほど。これ3回目がですね、15時15分で、夕方で、かなり西日で日が傾いてるので、これね、10時半の1回目見ることを強く強くお勧めします。写真撮るときもね、すんごいキラキラして綺麗なんで、10時半の回めちゃくちゃおすすめです。はい。BB1 日4回の日もあったんだね。はい。2日からは、はい、5回やります。前触れもあって。ハロニューはなんとこれ抽選ないんですよね。先着なので、みんなこれめちゃくちゃ並んでます。抽選しなかったんだなって感じで、いいのかな？まあいいのか、ハロニューは。うん。
まあでもね、抽選始まったらね、また見れない人いると思うから、先着の今のうちにたくさん見ておくといいと思います。はい、ソンビラはやっぱずーっと抽選なんだね。やっぱ人気あるんだろうな。はい、これも1日5回やってますので、閑散期の朝市が狙い目かもしれないね。お正月ぐりが1月の5日で終わりなので、6、7、8かな。ピクサー始まる前で6、7、8が閑散期なので、この6、7、8のこの朝1回目はもしかしたら当たりやすいかもしれない。はい、行ける人は頑張ってみてください。あと花火も8時半からあります。はい、1月の C のトゥデイの、ショーパレスケジュールこんな感じ。すべて裏面のグッズ、フード紹介いきます。はい、1月の C のトゥデイのグッズ、フード紹介いきます。いやー、これ7ページ×2弾で、何を言うんだろう、書くんだろうと思ったら、案の定やっぱスカスカだよね。ちょっと写真大きくねえか？この右上のホットユズジンジャードリンクとかめちゃくちゃ大きくないですか、これ。だってこのクッキーアンのぬいぐるみよりもこの、何？ホットユズジンジャードリンクのが大きいんだよ。ちょっとこれ無茶しすぎちゃう、これ。右上こんなにね、紙面撮ってんのに、紹介してるグッズもね、フードもめちゃくちゃ少ないし、めっちゃ無茶してんな、これ。斜面もいらなかったんじゃないかと思うんだけど、まあ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 。はい、じゃあ順番に紹介していきましょう。はい、じゃあ左上からいきますか。左上いきまーす。ずーっと、こちらクッキーアンですね。クッキーアンがトップで紹介ってすごいな、これよく考えたらな。なるほど。はい、こちら全グッズ紹介動画でやってますので見てください。はい、こちらダッフィーハッピーニューイヤーね、コレクションドール。はい、グッズの方は紹介してます。このフードね、これやっぱちょっと一回ぐらい食べないとな。このね、おすすめされたのはワッフルサンド。これは食べました。これ美味しかった。冷えてるんだけど美味しいんだよね。これは普通に美味しかったんでおすすめです。はい、そしてこのですね、ミゲルのおすすめセット。はい、このなんか謎の石像みたいな、はい、アステガ文明だか、なんかエルドラドな感じのこのダッフィーが。ちょっと苦笑なんだけど、これはね、まだ食べてないです。前のね、ドナルドのプレートが好きだったので、メインの肉が今回はチキンなんだよね。まあ、パークのチキンに外れなしなのできっと美味しいと思うんだけども、ちょっとこれはね、まだ俺パスしてますね。はい、なのでこちらまた行ってみたいと思います。じゃあ次。入園いきますか。はい、こちらお正月関係ね。お正月関係もうちょっとグッズの紹介とかね、八つ足の紹介とかあるかと思ったんだけども、もうさーっと引いちゃうんだね。お正月明けたのにお正月のグッズを紹介しないっていうのもすごいと思ったな。でも実際にね、ショップの方行ったら、お正月グッズってかなり棚が小さくなってて、もうね、クロージング閉める準備してましたね。ね、7日8日ギリギリまで売ると思ったんだけど、めちゃくちゃもうですね、棚かなり縮小してました。はい、こちらはですね、この湯飲みはおそらくまんまビスコッティに集約ですね。このホットユズジンジャーは20番なのでゴンドリエスナックか。これはね、あそこ、リバティランディングダイナーでも売ってました。けど、これもね、集約する可能性ありますね。めちゃくちゃいい匂いしてるんで、生姜ってかなり発汗効果あんのかな。うん。なんか、生姜ってなんか、冬のイメージ強いよね。はい。そして、きなこのチュロス。こちらはですね、リール、ヒーちゃんと3人でレポートしました。これはね、きなこの風味が効いてて美味しかったです。そして、このホット抹茶ミルクね。これ、スターバックスでもね、なんか抹茶ミルク売ってるし、今年、ね、抹茶ブームなのかな。ポップコーンも抹茶味あるよね。これはですね、ハドソンリバーハーベスト、めちゃくちゃ並んでます。いつ行ってもめっちゃ並んでるんで。はい、皆さん、心して、購入してみてください。並んでみてください。じゃあ、左下行きましょうか。左下行きまーす。ずーっと行くよー。はい。あったかくて可愛い防寒グッズね。これは前回のトゥデイでもね、紹介しましたよね。なんとこのオズワルド。これは、スインボードミッキーズかな。はい、そうですね。はい、それで、こちら、あとは、うん、これ、ね、定番商品って感じですね。はい、定番商品。
はい、お揃いヘアバンド。まあ、これちょっと俺男なんでわかんないんだけども、まあ、これも定番商品ってことですいません。はい、マグカップ持ち手がポイント。これはまだ売ってるとこ見たことないな。これは、ベネチアンカーニバルマーケット。あ、なるほどね。はい、で売ってます。あと、キーチェーンコレクション。これも見たことないな。これ何でできてんのこれ。ビーズかなんかでできてんのかな。すごいな、これ。はい、キーチェーンコレクションと、あと手書き風パーク風景ステーショナリー、まあこれも定番グッズだよね。はい、このね、定番グッズにこんなに紙面咲いてるってすごいな。やっぱ7ページ多かったじゃないのこれ。今回なんで7ページにしたかな。はい、そしてパークフードね、まずはセレクト5、これはホライズンだよね。ほんでこの横、これはユカタンだな。ユカタンのシェフのすすめ。これ食べました。これめちゃくちゃ美味しかったです。めっちゃおすすめ。これは食レポ動画あげるんで見てください。はい、左下行きましょうか。シェフのすすめリングイネ。これはカフェポルトフィーヌだね。ぶっちゃけこれ年中売ってるイメージがあるよね。ニューって書いてあるけど、なんか年中同じものを売ってるイメージ。あとこれはボルケーニアかな。シェフのすすめ。牛肉とタケノコあんかけ焼きそば。なんかチンジャオロスっぽいね。これも毎年売ってるやつだよね。でもね、副菜っていうかね、あれが変わってるね。このサブのプレートが変わってるね。これ今回水餃子スープなのかな。はい、冬ならではって感じだな。あとディーズディライトがチーズキャラメルミルクティーと、あとあったかいカクテルね。もうディズニーシーならではのあったかカクテル。すごい、これホットカクテル、バーボンココアだって。あとホットワインとで、デザートカクテル。すごいね。ホットアップルカクテル。これはうまそうだな。これ俺でもなんか飲めそうな感じがする。これどこだろう。ハドソンリバー。やっぱハドソンリバーか。ハドソンリバー、これが売ってて、で、クッキーの、スーベニアの、ね、デザートも売ってて、ちょっとこれはですね、ハドソンリバーいつも並んでるんだよね。大変だ。あとあれだよ、ホット抹茶ミルクもハドソンリバーだから。だから混んでんのか、ハドソンリバー。すげえ混んでんだよな。はいはいはい。こんな感じです。すいません、愚痴っちゃって。はい、こんな感じかな。はい、1月のこのシーンの手で、なかなか盛りだくさんでしたね。はい、じゃあ最後は表紙の隠れミッキー紹介いきまーす。はい、2月の C の手で最後隠れミッキー紹介です。今回ね、ちょっと探しました。まあでもこのね、花びらか、あと空中に浮いてるなんかこのドット、どっちかかなーと思ったんですけど、ドットでしたね。じゃあ隠れミッキーいきます。はーい、ずずずーっと、これ多分これだよね。角度変えると、はい、このようにミッキーになってます。おそらくこれだと思います。もし違うよ、これじゃねえよっていう人言ってましたらコメントください。おそらくこれだと思います。はい、以上2月の C の Today の紹介でした。じゃあねー。